さあミッシングパーツ続きやりますか。もうだいぶクライマックスだと思うんですけども、翌朝目覚ましより早く目が覚めた俺はすぐに探偵事務所へ向かった。いろいろありすぎたからね。昨日は京香さんはすでに来ており、俺の顔を見ると濃いコーヒーを入れてくれた。こういう何気ないのが一番グッときたりするよね。眠れた？考えてるうちにいつの間にか。湯気の立つカップを手に壁に持たれる。夕べ取り留めもなく頭の中をぐるぐる回っていたものを整理しなければならない。まあ、鉄平のお疲れさんが一番響いたけどね。俺はみつる君は犯人じゃないような気がするんですよ。それは多分みんな思ってるよ。コーヒーの苦味が喉を通り過ぎてから俺は口を開いた。まあ和江殺しは間違いなくみつるなんだろうけどね。ああでもそうか、和江さんにとどめを刺したのもみつるじゃないのか。和江さんの件も？ええ、東公園の襲撃者がみつる君だったのは間違いないでしょうけど。あれはもう疑う余地がない。あの場で盗まれた純ちゃんのポーチが彼の部屋から出てきたし、みつる君自身も自分がやったと認めている。それに工場で見たみつる君は俺が覚えているあの襲撃者と全く同じ体格、失礼、全く同じ体格で同じナイフを持っていた。だけど和江さんの件に関、ついてはみつる君はこう言ってたんです。殺すつもりはなかったと。殺す気なんてなかった、でも気がついたら動かなくなっていたっていう言い方的にさすがに刺したってことはないもんね。戒律対策にシーツまで用意した犯人の言うセリフじゃないでしょう。それに動かなくなったというのも、あんなに思い切りナイフを突き立てて動かなくなったっていうのは変ね。錯乱してただけの可能性もないことはないけどね。そうでしょう。根っからのサイコパスとかね。浩二さんを刺したことについては刺すつもりはなかったと表現したのに、和江夫人のことは動かなくなったと言った。これはああでもそうか、そういう推察があるんだね。両者の状況が異なっていたせいではないだろうか。和江さんの頭には死亡する前についた打撲傷があったでしょ。打撲傷かな。じゃあ本当はみつる君は突き飛ばして気絶させたのを殺したと思い込んで。そうじゃないかと思うんですよ。でなければ不自然に時間の空いた2種類の傷の説明がつかない。頭をぶつけたのも刺した2人物の仕業だとすれば、犯人は一体なぜその場ですぐに刺し殺さなかったのか。ぶつけたところの血が乾き始めるまでじっと待った理由などないはずだ。それにみつる君自身も頭を殴られているでしょ。そうよね、あれは傷の位置からしても本人には無理よね。あれも自演じゃないのか。みつる君の傷は自分で殴るのは不可能な角度でついていた。しかも現場からは凶器が消えている。江崎さんは普通に何回かアリバイがあったから、やっぱユキとかなのかな。ユキ浩二あたりが怪しいのかな。発生から発見までのタイムラグはないに等しいので、みつる君の本人に凶器を処分する暇はなかったはずである。あれは確実にみつる君の狂言ではないのだ。自演かと思ってたけどね。龍一さんの時は？あの事件だけは犯行時刻が真夜中だったんで誰にもアリバイがないんです。誰にもアリバイがないって逆にアリバイになるもんね。ああそう言ってたわね。通いの江崎さんがいなかっただけで、あとは全員いたのよね。ええ、家の中にいた者全員に犯行は可能です。動機の点では和江夫人が最も怪しいが、良一さんの場合慕っていた人間自体が少ないので、突発的な犯行なら誰にも起こり得ただろう。ひどい言いようやな。一応仏さんやぞ。それじゃあ難しいわね。他の事件から考えた方がいいかしら。そうしましょう。次に起きたのはみつる君大田事件です。さっき言った通りの理由でみつる君本人は除外される。私と真上君と純ちゃん、それに田所さんは一緒にいたわよね。ええ、つまりこの4人もお互いにアリバイが立証し合えるので犯人ではない。事件当時の動きを順を追って思い出してみましょう。そうね、まずリビングで俺と京香さんと純ちゃんがお茶を飲んでいた。給仕は田所さん、ゆきさんと江崎さんは買い物に出ていた。そしたら表でガラスの割れる音がした。俺と京香さんが一緒に部屋を飛び出してみつる君を発見したんですね。そこへ2階から夫人が駆け下りてくる。純ちゃんも田所さんに連れられてリビングを出てきた。使用人部屋の方からゆきさんと江崎さんが現れる。少し遅れて夫人の悲鳴を聞きつけた浩二さんが自室から降りてきた。江崎さんは階段を上がる途中だったのよね。そうです。その後俺と田所さんで表を調べた。俺が玄関、田所さんが中庭の方へ逃走した者がいないか見に行く。逃げ去る人影などはなかった。分かりやすいように紙に書いてみるわ。京香さんは事件発生当時各人がどこにいたのかをノートに書き出した。発生当時の各人の動向、
純ちゃん一緒にリビングに、田所さん一緒にリビングに、ゆきさん買い物から戻って部屋で制服に着替えていた、江崎さんゆきさんと同じ。ただし一緒の部屋で着替えてたわけじゃないし、戻ったのも別々らしいです。これ引っかかんな。じゃあアリバイは証明し合えないのね。江崎さんはさすがに違うと思うよな。和江さん中庭でみつるくんと話した後、自室へ戻る途中階段、浩二さん2階の自室で仕事中。ああそうか、でも浩二さん自体にはアリバイがあるのか。電話してたもんね。ゆきか、浩二さんにも犯行はほぼ可能なんですよね。和江さんの後から来たから、後ろから来たからね。そうです、殴って一度上に戻るにはどうしても和江さんと出会ってしまう。それに浩二さんはみつるくんより背が高いわ。そう、それもあるんですよ。みつるくんの頭の傷は角度からして彼より背が低い人物が殴った可能性が高い。みつるくんより背が低いのは、和江さんとゆきさん、江崎さん、純ちゃん、それに田所さんですね。でも田所さんと純ちゃんは私たちと一緒にいたから。残ったのは夫人とお手伝いさん2人ということになってしまう。和江さんがみつるくんを殴る理由って思いつかないわね。まあ絶対違うだろうね。ゆきさんと江崎さんにも思い当たりませんけどね。この2人は不透明すぎるんよな。なんか実際に犯行が可能であり条件に該当するのはこの3人だけなのだが、これ以上絞り込むのは無理ですね。先に進みましょう。中山の話も振り返るの？ああ振り返るのか。中山の事件です。犯行は俺たちが死体を発見する前日です。ああそれなんだけど、死亡推定時刻はその日の昼の1時から2時くらいだって。昼の、あ、外出中？どうしたの？それなら確実にみつるくんに犯行は不可能ですよ。だって入院中だったんですから。そうだな。あ、そうか。しかもちょうど俺が幽林病院を訪ねた頃だ。アリバイも証明できると。じゃあ中山の事件にもみつるくんは関係していないのね。そうなりますね。みつるくん以外の人物はというと、常時見張っていたわけではないので、はっきり違うと言い切れる人物は少ない。ちなみにさ、俺気になってるんやけど、みつる生存ルートとかももしかしてあったのかな。純ちゃんは一人でマンションまで行くのも難しそうだけど、そうですね、第一いきなり訪ねて上がり込めるほど親しいとも思えない。そう部屋に上がり込めるくらいには面識のある、ああそうか、面識のある人物でなくてはいけないのだ。可能性があるのは田所さんか浩二さんか。しかし他の人物が嘘をついていないとは限らないからな。いやー俺もうユキやと思ってるけどな。これも絞り込みにくいわね。次に行きましょうか。最後に起きた和江さん殺害ですね。あの胸の傷だけど、凶器は包丁のようなものらしいわよ。包丁ですか。だったらみつるくんのナイフとは形状も違うな。あの時は純ちゃんがいなくなったというんで大騒ぎしていたから、状況を整理してみないと分かりにくいな。ちょっと覚えてる限りの正確な時間を割り出して順番に書いてみましょう。そうね、確か離れを出たのは5時半は過ぎていたわよね。もう6時前だったと思いますよ。時系列順に状況を追ってみる。午後6時前、俺たちは離れから書斎へ移動する。中庭でユキさんとすれ違ったわよね。ああ、その後ユキさんが離れで純ちゃんと話しているのがレコーダーに。あ、そういえばあのレコーダーどうしたっけ。もしかしてと思いながら全身のポケットを探ってみる。持ったままだった。それ全部録音されてるの？ええ、時間もわかりますよ。かなり正確に割り出せる。レコーダーを操作して2件目に録音されていた純ちゃんとゆきさんの会話の部分を出してみた。録音開始は5時50分です。じゃあ私たちが書斎へ向かってる頃よね。そうなりますね。そして俺たちは書斎へ向かうとき、生きている和江夫人の声を聞いている。つまり5時50分頃、ゆきさんは離れの純ちゃんの元を訪れ、和江夫人は部屋でみつるくんと口論していた。レコーダーは何分くらい録音してたの？ゆきさんが離れにいた時間ですね。10分くらいです。念のためずっと話し込んでいたのか聞いてみたが、10分間ちゃんとゆきさんと純ちゃんの声が録音されていた。6時ちょうどまでゆきさんは純ちゃんたちと一緒に離れにいた。そして俺たちが書斎を出たのもちょうど6時。もうそんな時間か。ああ、じゃあゆきじゃないのか。田所さんに会って浩二さんがそう言いながら時計を確認している。俺自身も自分の目で見た。午後6時、俺と京香さん、浩二さんの3人は書斎を出て田所さんに会っている。みつるくんが和江さんの部屋を飛び出したのは5時50分以降、6時前ってことになりますね。10分間くらいね。しかもみつるくんは一度部屋に戻った形跡があるんですよ。
ああ、散らかってたっていうやつね。そうです。あれはナイフや何かを取りに行ったんでしょう。あ、取りに行ったんでしょう。ごめん、変な発音だって。まさかあんなものを常に携帯していたりはしないだろうから、部屋から持ち出してから離れへ向かったんだろう。そしてみずるくんが純ちゃんを連れ出した瞬間もこのレコーダーに刻み込まれている。6時3分。それじゃあほとんどゆきさんと入れ替わりに。しかも浩二さんが離れへ迎えに行くほんの少し前ですよ。6時3分、みつるくんは離れから純ちゃんを連れ出してしまった。和江さんの部屋を出て自分の部屋に戻って6時3分に離れに行くには、どんなに早くても5分以内に全てを終わらせるのは難しいと思いますよ。書斎での話を聞いていたというのだから、少なくともしばらくは廊下に立ち止まってもいたのだろうし、じゃあ 7、8分前くらい前として5時55分頃かしら。それくらいですね。そして6時過ぎに俺たちは食堂へと降りてくる。浩二さんは離れへと向かい、俺と京香さんで食堂に入った。ゆきさんはもう戻ってきてたわね。ええ、江崎さんもいました。正確には厨房にいたのだが姿は見ている。その後田所さんは戻り、浩二さんが純ちゃんがいなくなっていると戻ってきた。それからどれくらい探し回っていたのかな。私、和江さんの部屋に入る前に時計を見たわ。6時35分だった。本当ですか？ずいぶん経つのに来ないなと思ったから部屋に声かけながら見たのよ。6時35分、和江夫人の遺体が発見された。和江さんが生きていたと断言できるのは5時50分。その後、みつる君と純ちゃんは6時3分以降姿を消している。ゆきさん、田所さん、江崎さんの3人も俺たちが純ちゃんを探し始める前にはもう食堂にいた。遺体発見までずっと顔を合わせていたのだから犯行は不可能。それじゃあやっぱり6時に俺たちが部屋を出た時、和江さんはもう死んでいたんだ。あの時すでに夫人は部屋の中で遺体となって横たわっていた。だったら6時まで一緒にいた浩二さんは犯人じゃないわね。そうなりますね。レコーダーの記録からしてもゆきさんと純ちゃんにも無理だ。江崎？なんせ2人とも俺たちが書斎を出たが午後6時までずっと確実に離れにいたのだから、残ったのはみつるくん、田所さん、江崎さん。そうなると全部の事件を通じて犯行可能だった人が誰もいなくなるわよ。そうなりますね。絞り込めては来たものの、何か決定打に欠ける何かが足りていないのだ。やっぱりネックは良一さんの事件だな。あまりにも情報量が少なすぎる。あれを絞り込めばもう少しはっきりしたことが分かりそうだ。木原家へ行ってみましょうか。そうね、こうしてても仕方ないわ。うなずいて京香さんは事件経過をまとめたノートをパタンと閉じた。まあそうだな、それが一番早いよ。これは真神様、成美様、ゆうべはどうも。おはようございます。本当辛労かけてるだろうけどね、申し訳ないね。田所さん、お邪魔します。朝早くすみません。いえ。あまり眠れなかったようで田所さんは憔悴した様子のままだった。屋敷にはまだ数人の警官が残っており、その中から氷室刑事がひょいと顔を出した。よう、氷室さん、お一人ですか？森川は病院の方の警護についてる。ややこしいのがいなくて俺は少しホッとする。氷室刑事だけなら頼み事もしやすい。それもどうなんて感じやけどな。ああ、こっちは警護ったって執事のじいさんと手伝いのジョージアンしかいないからな。あら、江崎さんは？あのおばさん、具合悪いって家で寝込んでるんだとさ。まあもう正直こんな家来たくないだろうからね、やめたいだろうね。はあ、まあ仕方ないでしょうね。もう今使えるべき人間誰一人いないからね。内地家人は誰もいないのだ。使用人だけ集まっていても仕方なかろう。そうだよね。で、ちょっとお願いがあるんですけど、良一さんの部屋って？ああ、最初の現場ね。見たいの？ざっとでいいんです。まあ小銃といないからいっか。小銃とって森川のことだろうな。やっぱり小銃と。氷室刑事はちょいちょいと指で俺たちを招き階段を上がっていった。まああの性格を飼いならしてる氷室さんすげえけどな。数日ぶりに良一さんの部屋を見た。やけにガランとした印象を受けるのは、初めて見た時この真ん中に死体があったせいだろうか。ま、どうぞ。お手並み拝見というわけか。氷室さんは一歩下がって防寒を決め込んだ。死体以外はあの人何も変わっていないな。あ、なんか調べれたりすんの？おー、調べるのか。じゃあ机。
雑誌が置いてある高そうな会社が表紙に載っている車の雑誌らしい。正直こんなに殺人が起こりまくった館なんてもう事故物件にも程があるからね。写真立てがある今より少し若い良一さんが写っている。ゴルフコンペが何かで優勝した時の記念写真らしい。このこれは何、小型の室内用冷蔵庫だ。中を開けてみる。酒瓶が何本かとつまみらしいチーズが少し、それにガラスの容器に入った氷入れ、グラスも冷やしてあるようだった。え？おかしい、何かがおかしいと記憶の深いところから叫ぶ声がする。なんかおかしいか、何か忘れていた。俺はすごく重大なこと、重大なこと。どうしたの、なんか腐ってっか。俺がいきなり固まってしまったので扉のところから見ている二人が声をかけてくる。氷室さん、ちょっとこの中事件当時のままですか。ん、ああまんまだろ。冷蔵庫がどうかしたの、なんかおかしなことあるっけ。冷蔵庫に入っているものは酒とチーズ、氷入れ、グラス、どれか、この中のどれかだ。記憶の奥底にある何かに今目の前にあるもののどれかが警告を発している。冷静にゆっくり考えて思い出してみる。え、じゃあチーズ、あ、セーブしとけばよかったかな。チーズか。常温で保存するものじゃないだけに、ここの冷蔵庫に入る前はお店のコールドケースか厨房あたりの冷蔵庫だろう。厨房といえば昨日江崎さんが厨房から出てきたな。いや、しかし江崎さんは犯行当夜にちゃんとアリバイがあった。江崎さんではないだろう。グラス、グラス、グラスといえば木原邸に初めて来た時に良一さんが純ちゃんに向かってグラスを投げたことが思い起こされる。はいはい、あったね。あの時浩二さん怒ってたな。しかしあの時も純ちゃんにたしなめられて抑えてたはず。浩二さんじゃないような気がする。氷、はっと最後に見た良一さんの姿とその時に聞いたセリフが脳裏によみがえる。雪、部屋に氷がなかったぞ、後で持ってこい。なかった、そうだ、良一さんはなかったと言った。 ある。ほう、酒瓶はどうだろうか。ってことは雪はこの部屋に来たってことだね。酒瓶はどうだろうか。そういえばおかしいな、良一さんはあれだけ飲んでたのにここの冷蔵庫に新しいものが並んでいる。ちょっと田所さん、ワインを持ってきてちょうだい。風邪夫人はそういえばワインを頼むときはいつも田所さんに言いつけていた。雪さんでも江崎さんでもなくだ。ああ、なんかどれも怪しく感じるな。じゃあ良一さんを殺したのは、セーブセーブ。よし、もうこれ俺の直感でいい。俺田所さんさすがにないと思うから。ユキ、なんだどうしたよ。氷室さん、この氷入れは調べました。一応調べたけどな、良一以外は手伝いの嬢ちゃんの指紋ぐらいしか出なかったぜ。ユキさん、やっぱりそれがどうかしたの。氷室さん、ユキさん、田所さんを呼んでください。京香さんの問いには答えず氷室刑事に頼む。そこでお話しします。いいだろう。お、これはもう解決編か。俺たちはリビングに集まっていた。呼ばれてきたユキさんと田所さんはすでに青ざめた顔をしていた。一同の顔を見回して俺は口を開く。さっき良一さんの部屋の冷蔵庫からこれを発見しました。テーブルの上にはガラスの氷入れ、室温にさらされて表面には小さく水滴が浮き始めていた。あの夜最後に良一さんを見た時、彼はこう言ったんです。ユキ、部屋に氷がなかったぞ、後で持ってこい。なかった、そう、確かに言いました。そしてユキさんは、 いえ、お食事の時が最後でした。あ、言ったな。夕食の後、良一さんには会っていないと言ったんです。京香さんと氷室刑事の目がユキさんに注がれる。怯えた目をしていたユキさんはギュッと両手を握りしめてうつむいた。あるはずのない氷があり、容器にはユキさんの指紋がついていた。ユキさん、良一さんを殺したのはあなたですね。問題は理由だよね。
ごめんなさい、ごめんなさい。え？両手で顔を覆い、ユキさんはその前に泣き崩れた。ユキさん、どうしてそんなあっさり認めちゃうんだ。事故だったのです。ええー、深く頭を下げながら田所さんが言った。泣きじゃくるユキさんの肩に両手を置き静かに語った。お前知ってたのかよ。刃物を持ち出したのは良一様の方だった。そうだね、ユキ。そうです。脅かされたんです。脅された？そういえば良一さんは昼間もユキさんにちょっかいをかけてましたね。コクンってユキさんはうなずいた。あの夜氷を持ってお部屋に行ったんです。そしたらこいつ絶対裏あるよ。良一さんはもうかなり酔っていた。氷を置いて帰ろうとするユキさんを呼び止め刃物を持ち出す。これは良一殺しだけを受ける気だな。言うことを聞かないとこっさすって怖くなって振り払おうとしました。それじゃあ揉み合ってるうちに何が起こったのか分かりませんでした。気がついたら良一さんに刺さっていたのか。良一様が手に持った刃物が胸に刺さっていて私がその腕を押していたんです。揉み合ってるうちに刃物を持った腕を持ち返そうとした。それが運悪く胸元へ行ってしまい、ユキさんを捕まえようと前のめりになった良一さんの胸に刺さってしまった。まあ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 、それっぽいな。それじゃあユキさんが刺したわけでもないんじゃ。すぐにそうと話してくれりゃよかったんだよ。もう本当その通りだよね。本当にそうだな。申し訳ございません。私が隠しました。もうこれ隠したことも罪になるから、この家犯罪者しかいないよ今のところ。放心状態のユキさんはふらふらと祖父である田所さんの元へ戻ってきた。そして事情を聞いた田所さんが凶器の刃物を抜き、ユキさんに口止めして隠した。共犯じゃねえか。孫かわいさに非道なことをいたしました。おじいちゃん、ごめんね、ごめんね。はあ、でもこの様子は、もしも日頃から陽一さんがユキさんに面が当たったりしなければ、田所さんも素直に自首を勧めたのではないだろうか。じゃあ何だって坊ちゃん殴ったりしたんだい。違います。それは私じゃありません。違うのか。違う、あれはあんたじゃないのか。違います。なのにどんどん事件が続いて恐ろしくて。ほう、それで余計に本当のことが言えなくなってしまったのだろう、ユキ。お？どういうことだ。本当にお前じゃないのだね。本当よ、信じて。おじいちゃん、これは本当っぽいな。田所さん、これもし万が一ですよ、江崎ってことがあればやべえ家だよここ。田所さんはひどく複雑な顔をした。もしかして文字通りヘルハウスだよ。田所さん、もしかしてあの時も何かを。あの時表の状況を見に行ったのは俺と田所さんだった。リビングで一緒にいた人だから犯人ではないと思って任せたのだが、田所さんがユキさんの仕業だと思ってかばっていたなら。そうです。もしやこれもユキかと思い、とっさに中庭にあった凶器を。やっぱり。それで凶器は忽然と消えてしまったのか。凶器は中庭のどこに。東廊下の突き当たりの窓の下に使用人部屋のある方です。何だったんだそれは。庭仕事用のシャベルでした。血がついていたのですぐに凶器と分かりました。もう田所さんなんかいろいろ頑張ったな。庭仕事用のシャベルか。場所といい、普段使うのはお手伝いさんだしたと思われる凶器といい、てっきりユキさんの仕業だと思い込んでしまったんだろうな。その凶器どうした。茂みに隠した後、こっそり庭に埋めました。これはもう完全に田所さんも犯人というか、罪は免れないね。ごめんなさい、全部私が悪いんです。ごめんなさい。床に突っ伏して泣き出したユキさんの肩に田所さんがそっと手を乗せる。いやまあでも実際事故で人殺したとはいえ、隠せれそうなワンチャンあったら隠しちゃうのかな。やっぱ氷室刑事が後ろに控えていた警官に目で合図を送った。ま、あとはゆっくり聞くさ。はい、さ、ユキ、ごめんなさい、ごめんね。なんかちょっとかわいそうだな。でもこの二人、そっか、そんなに悪い人じゃなかったのか。ユキさんなんか暗い後ろぐらい過去でもあんのかなって思ったけど。謝り続けるユキさんを抱いて田所さんは警官と共に部屋を出ていった。
何にも解決してないんだよこれ。結局木原家に残ったのは俺と京香さん、それに氷室圭司だけだ。家人が一人もいない。家人どころか使用人まで全て不在になってしまった。やれやれだな。肩をすくめながら氷室圭司はブラブラと部屋の中を歩き回る。どう思うよ名探偵。え、ジョーちゃんの言ってたことは本当だと思うかい。良一さん以外は自分の犯行ではないという供述のことか。あの状況で今更嘘なんかつくかしら。いやそればっかりは分かんないけどね。俺もそう思いますよ。それに他の事件にアリバイがあるし。二人いるっていうのは予想つかなかったな。ユキさんは和江夫人殺害の頃離れて、純ちゃんと話している。田所さんはミツル君太田事件の時俺たちと一緒にこのリビングにいたのだ。おう、それじゃあ真犯人は誰だと思う。そうですね、田所さんの証言を信用するとすれば、凶器は中庭に落ちていたのだという東廊下の突き当たり使用人部屋の前。あの場所に凶器を捨てようと思ったら和江さんにも犯行は無理ということになりますね。和江夫人が犯人だった場合、満君を殴り階段を駆け上がって窓から凶器を投げ捨てたことになる。夫人が降りてきたタイミングからしてそれは不可能だ。しかも浩二さんがいる部屋の前を通過せねばならず、同じ理由で浩二さんは犯人ではなくなる。浩二さんは白っぽくて安心したね。じゃあユキさんじゃないとしたら、あとは。そう。セーブポイントが多いよ。セーブ。これちょっとやっぱ江崎さんから言ってみるか。もう一番怪しいのは江崎さんだよね。田所さんはさすがに違うと思うよな。江崎さん、江崎さんしか残らないんですよ。実際ユキさんには和江夫人の殺害は不可能と思われるのだから、良一さん殺害以外の全ての事件で犯行可能なのは江崎さんだけなのだ。江崎さんなら満君を殴って中庭へ逃げて窓から戻ってくることは可能ですが、その時に凶器は窓の下へ捨てたのだろう。犯行を隠す気はなかったのだろうか。しかしあのおばさんのどこに木原家惨殺する動機があるんだ。知らねえよそれは。そうなんです。いや何か事情があるんだろう。動機が不明なのだ。江崎さんのような温厚なおばさんがこんな大それた事件を引き起こさなければならない理由が思い当たらない。それにあの予告電話をかけてきたのは同じ犯人なの。あったなそんな問題も。めちゃくちゃ複雑やなこの事件。ええ、あの電話は良一さんの殺害後ですから、その後の事件の犯人が。待てよ、そうだ、良一さん殺害だけは独立した事件だとしたら、その後の事件は全て良一さんの死をきっかけに始まったのだとしたら、そうか、考え方が逆なんだ。逆？江崎さんから辿ってもわからないんですよ、良一さんの死が発端だとしたら。良一さんが死んで犯行を予告する電話があったわけだから。そうです、良一さんが殺されて最も恨みに思うのは、そりゃ家族でしょ。しかしあいつは実の子じゃない上に家族の誰とも仲悪かったんだろ。だから木原家の家族じゃないんですよ、本当の家族がいれば。そりゃ父親は中山だが、あいつはそもそも売り飛ばした張本人。え、はっと氷室刑事の顔がこわばる。中山の嫁ってこと。そう、父である中山は子供を売った。でも母親は。まさかそれが江崎さんなの。誰よりも恨みに思うのは良一さんの実の母親のはずです。木原家の中で良一さんに優しかったのは今にして思えば江崎さんだけだった。はあ、年は合ってるな。良一ほどの息子がいてもおかしくはない。良一さんが殺されて木原家の中で一番怪しいのは和江さん親子でした。そうね、長男さえいなければ後を継げるんだし。そして江崎さんが実際には証言より少し早く戻っていたとしたら、中庭での和江さんと満君の会話を聞いていたかも。良一さんはいなくなった。これでもう満君が後を継ぐしかない。庭仕事をしようと出て、ああそういうことか。良一が殺されたからそれが引き金になってってこと。もしこれを聞いていたら、母親なら逆上してしまっても無理はないと思います。親子が共謀して良一さんを殺害したという誤解さえしたかもしれない。それに中山は当然母親が誰か知っているはずだし、売られたことも恨んでいたら、全て辻褄は合う。推測の息を出ないが、他に江崎さんが犯人だとしたら動機らしいものは見当たらなかった。
うわ、これ面白いな。ち、おばさんの家まで行かねばならんかな。あ、江崎さん今日休んでるでしたっけ。これも怪しいよな、氷室さん。ん？江崎さんに純ちゃんが木原の娘だって誰か教えましたか。え、細い目を見開いて氷室さんが硬直する。さっと思考を巡らせるように視線を左右に振ると顔を歪ませた。これはまずいぞ。わからん、工場から無線で話したとき近くにいたら聞いていたかも。これはまずいな、病院へ、純ちゃんが危ないかもしれない。純ちゃんまで殺すかもしれないってこと。予告電話で犯人は木原家に良くないことが起こる、そう言ったでしょ。皆殺しにする気なの。俺行ってきます。機密を返しリビングを飛び出す。これはまずい、警護の警官に連絡しとく、無茶するなよ。背後から木室刑事が怒鳴った。うわ面白い、純ちゃん無事でいてくれ。俺の考えすぎで会ってくれることを祈らずにはいられなかった。だって今日湯崎さん休みだもんね。途中で捕まえたタクシーを飛ばし幽林病院へ到着するってことです。いません、今回はここまでで終わりましょう。次回おそらく終わりじゃないかなって思うので、はい、すげえいいとこで終わって申し訳ないんですけど、また次回ミッシングパーツよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。